せーの。いいね。見て、これ見てどう？かっこいい。かっこいい。欲しい？うん。売り物じゃないから。持って帰ろうぜ、持って帰ろう。すごい高いぞ、これ。どうですか、お父さん、このエンブレム初めて。かっこいいです。最高です。ちょっと試合前にこういうものが置いてあるんですか？あ、でもすごい 目に一番目についたし、すごい写真撮るスポットができて、すごいいいと思います。どうですか、今年の今シーズンの。いや、今シーズンはシーズン序盤からすごく期待できるチームで、もう昇格いくしかないと思ってます。今日もう一番です。そうですね、町田との負けられない試合です。絶対勝ちたいと思います。もうずっと初戦からずっとドキドキしてて、もうこのまま最後まで行ってもらえることを願ってます。ヴェルディ頑張れ。今日は何かグッズ買いました？あ、買いました。何を？ちょっと見てください。デジカゴです。2個。これどんな用途で？あ、もうエコバッグの代わりに使います。キッズパークとか、やっぱり子供がその試合までいっぱい楽しめる場所があるのがヴェルディのスタジアムのいいとこだなって思います。去年もやってたんですけど、選手とのコラボグルメがすごく楽しかったので、今年もそういうのやってほしいなって思います。キッズパークっていう子供だけの、その広場を設けてもらえて、休みの日に来る機会が増えて親は嬉しいです。ヴェルディ頑張れ。ねえ、出ないな。青人気。人以外じゃないな。好きな選手はいますか？まだわかんないか、ね。リベル。リベル。リベル君じゃない。かわいい。やっぱり設備がしっかりしてますよね。トイレもいっぱいあるし、だから子供連れてきても安心して過ごせるので、
まあ、で、まあ、こういうところも用意してもらえてるから、まあ、楽しんできてくれてるのですごく助かってます。あいつもなんだっけ、あの自由席の方いるんですけど、サイドのたまにこう子供たちとゴールライン行ってで歌が楽しくて一緒にあーってやって戻るみたいな。一見なんかゴールドラってちょっと怖そうなイメージあるんですけど、どうですかベルリンのゴールドラって。え、全然楽しいです。どっちかってゴールドラの方が多分好きな方だと思います。本開催します。首都圏マクロボは東京ベルリン出会いだ。今日はいい日だ。ゼルビー君さあどうだ。ゼルビー早いね。お願いしますが、さあどうだ。こちらが、どうでしょう。これはゼルビーかな。狙った低い反応こぼれているクロス自慢の東京ベルリン先制ですよね。いやこれですね、ここで原選手が抜いて立てシュート、いいシュート、そして小池選手がこぼれてすぐ反応してワンタッチで下げる、そして梶川選手がシンプルに入れる。まあ、高さは、ね、そんなにないんですけど、ポジショニングとあとやっぱこの体の使い方、まあ、少しそんなに近くない中で、山越、中、山越セカンドボール東京ベルディ奪う、簡単になる4対3。いいクロス、いいや東京ベルディ追加点。杉本今日2点目、素晴らしいです。これですよね。いやここでね、小池選手取り切ったのが良かったですし、ここドリブルしながらやっぱりいい形で右出されて出しました。そして右サイドからのクロス、これは石浦選手ですね、逆足ですけど素晴らしいクロスでしたね。そして最終的に決め切ると、まあ、少し当たったんですけど、当たっていいとこさらに行きましたね。そして杉本選手が、あれ左足で決める選択肢もあったんですけど、
残す。ファーサイド合わせた。外れた。森田決定機。1対1の局面残した。いや来た。折り返す。佐藤よく止めた。こぼれている。かき出しました。6分台に入りました。ここでタイムアップロゲー、いやー倒れ込みましたよみんな。いいっすね。決めてくれよ。ちょっと緊張したけどね。今日も素晴らしい応援ありがとうございました。皆さんのおかげで、勝つことができました。これからもベリーのために戦いたいと思いますので、これからも応援よろしくお願いします。本日はありがとうございました。みんなで J1 行きましょう。